全国のポケモントレーナーの諸君、元気してるかの。わしの名前はアーキドじゃ。皆さん、ポケモンダイレクトはご覧になりましたでしょうか。なんとポケットモンスター、ソードシールドにダウンロードコンテンツですね、エキスパンションパスが追加されることが発表されました。ポケットモンスターソードシールドエキスパンションパス、鎧の孤島と冠の雪原かな、鎧の孤島が6月に更新予定と、で冠の雪原が、秋を予定しているということで、それぞれガラル地方の新しい場所の冒険と新しいポケモン、新しいトレーナーなど、ね、巨大マックスアイテムなどが多数加わりますと。そして、ポケットモンスターソードシールドには登場しなかった従来シリーズのポケモン、まあ、リストラされちゃったポケモンも第1弾第2弾で100種類以上、計200種類近くが復活して登場すると。よかったな、嫁ポケリストラされて嘆いてた諸君、戻ってくるかもしれない。で DLC 第1弾が鎧のことじゃな。ガラル地方の鎧島が舞台で、テーマは成長らしいです。はい、鎧島にはチャンピオンダンデを育てた伝説のトレーナーマスタードがおり、主人公は道場に弟子入りして修行することになると。これが大まかなあらすじじゃな。でライバルになる兄弟弟子は、ソードがクララ、シールドがセイボリー、クララが毒タイプじゃな。でセイボリーがエスパータイプだったはず。この2人が兄弟子としてライバルとして登場すると。で DLC 第2弾冠の雪原、冠雪原が、舞台でテーマは探索。主人公は探検隊の隊長に任命されて冠雪原に存在するさまざまな場所を調査しつつ、かつてガラル地方の王だったとされる伝説のポケモンバードレックスの、謎を追うことになると。まあ大体あらすじがこんな感じやな。まあ、PV 見た方はもうね、いろんなポケモン出るってのは分かってると思うんじゃが、その冠の雪原ではなんかポケモンの巣穴みたいなのを探索して、もしかすると過去に出てた全ての伝説ポケモン、純伝説ポケモンと出会えるかもしれないっていうのがね、売りとなっております。こちらが秋に開始予定と、はい、もうワクワクが止まらないのピッピカチューということで、そちらの DLC をどうやって購入するかと言いますと、X ボタンを押してメニュー開くと右下にエキスパンションパスという項目が出ております。こちらを押すと任天堂 e ショップに移動しますと。はい、レポートを書き込んで移動します。で任天堂 e ショップに移動して、はい、こちらね、購入に進んで、はい、次へ、で購入を確定すると。はい、ありがとうございます。ポケットモンスターソードエキスパンションパス、購入申し込みを受けたまわりましたと楽しみじゃな。で DLC 第1弾の鎧の孤島には、ダークマという、伝説のポケモンが出ます。はい、でそのダークマが進化すると、ウーラオスっていうポケモンになるんじゃが、型が2つあります。一撃の型、格闘悪タイプの一撃の型、情け容赦ない戦い方を好み、激上すると見境なく相手を追い詰め徹底的に叩きのめす直線的な動きが特徴で、離れた間合いから瞬時に相手の懐に飛び込み強烈な一撃を叩き込むぞって書いてあります。はい、でウーラオス連撃の型ね、これが格闘水タイプですね。はい、一撃の型が格闘悪なのに対して、連撃の方は悪タイプが水タイプになりますね。冷静沈着で相手の敵意をかわしながら様子を探り実力を測って戦う。戦闘中は水のように緩やかに流れる動きで相手の動きを受け流しつつ怒涛の連続技で相手を圧倒する。でどっちも巨大マックスがありますよって感じですね。で冠の雪原にはバドレックスという伝説ポケモンが出ます。誇り高き統率者、太古の昔ガラル地方一帯を全ていたポケモン、華奢で小柄な見た目だが立ち振る舞いは優雅で威厳に満ちている。極めて高い知能を持ち、過去現在未来の出来事全てを見通すとも言われているエスパー草タイプですね。はい、こちらも出ますと。
楽しみじゃな。この他にもね、この冠の雪原では伝説ポケモン、過去の伝説ポケモンと出会える可能性もあるってことなんで、非常に楽しみです。秋です、これはね。はい。でポケモンダイレクトが終わってすぐに、更新データが配信されました。はい、そちらを適用した状態で、ブラッシータウンに行きましょう。でブラッシータウンに到着したら駅に向かいます。ここじゃな、鎧島行き列車が到着いたしました。おお、なんじゃあの女の子は、かわいいな。ちなみにここで一応レポート書いておきましょう。はい、話しかけます。鎧パスはお持ちでしょうか。あは、もちろんしっかり持ってるんだから。なんじゃこいつ、ん、お前は、やだ、なんかちょっと違くないか、頭になんかカレーでもかぶっちゃったのか。あ、やだだ。あちゃ、また鎧島から乗り継いできちゃったかと。おお、ガラルの宿見るの初めて、頭の色がカレーっぽくて超絶キュートだよね。やー。君ポケモントレーナーだよね。このままだとヤドンが改札に座って他のお客さんが困っちゃうから、捕まえてくれないかな。やーん、ヤドンを捕まえるために挑戦を挑みますか。よし、ここで一旦レポートしましょう。やーん、はい、挑戦します。どや、なんでなんで、ドヤ顔かお前、行っておいでエルレイド。レベル12なんで峰打ちをぶち込んで、はい、妖怪液食らって、さあバックから何のボールがいいかな。何でもいいんだけどな。まあ無難にモンスターボール投げるわ。はい、モンスターボール投げ込んで、あれこれ確定ゲットか、カチャン、あークリティカルヒットなんじゃの。ヤドンを手持ちに加えました。ありがとう、おかげさまで快適なスペースが保たれたよ。キャッ、すごーい、喋り方癖強すぎるじゃろお前。君のヤドンの捕まえ方とってもかっこよかったよ。はい、鎧島行きの列車にお乗りくださいと。私これから鎧島ってところで、珍しいポケモン捕まえたり、修行したりするの。また会えたら会おうね。それじゃあバイバーイって。はい、新キャラですね。ということで、まあ今登場したのが DLC で出てくる、キャラクターと、鎧の孤島で出てくる、クララですね。でシールドでここのシーンまで来ると、代わりにセイボリーが出てくるといったことらしいです。はい。で先ほど捕まえたヤドン、こちらが、鎧島で出てくる、ガラル地方限定のヤドンと。はい、特攻下がって特防上がる、やっちまったなこれ。はい。でこのガラルヤドンは進化するのに DLC 第1弾鎧の孤島で手に入る、とあるアイテムを使うとヤドラに進化します。冠の雪原で手に入るアイテムを使うとヤドキングに進化するということらしいです。なので今は進化できませんが、どうやらもう色違いとかもね出てるらしいんで、ワンちゃんこのままね育て屋に預けて、国際孵化すれば色違いガラル地方ヤドンもゲットできるのではないでしょうか。ちなみにわしはやるつもりです。よろしくお願いいたします。ということで今回まあポケモンダイレクトで発表されたアップデート情報を、まあ、軽くまとめさせていただきました。多分わしよりもねもっと詳しくまとめてるブログとか、攻略サイトなどたくさんあると思うので、もう気になる方は、そちら見ていただいて、でその PV もね非常にかっこいいんで、ぜひポケモンのね公式の PV も見てください。ということでご視聴ありがとうございました。みんなもポケモンゲットじゃぞ。ピッピカチュー。